リバーヘッドは、アメリカ合衆国ニューヨーク州の南東部、サフォーク郡、すなわち、ロングアイランド東部の町であり、同郡の郡庁所在地である。2010年の国勢調査で、町全体の人口は33,506人だった。町は、ロングアイランドを流れるペコニック川の河口にあり、そのことから町名が付けられた。町内には、小集落であり国勢調査指定地域でもある。 同名のリバーヘッドという小区分があり、そこには町の主要な商業中心街がある。1649年、ヨーロッパ人開拓者がアルゴンキンゴ族インディアンであるシネコック族からサウスオールドランドを購入した。さらに1742年、ウィリアム・スミス大佐から追加の土地が購入され、開拓者の間で分けられた。リバーヘッドの町は、 アメリカ独立戦争の後の1792年に新しい司法区分の一部として創設された。ニューヨーク州議会が北と東にあるサウスオールドの街を分離してリバーヘッド街を作った。それまでのサウスオールドの街は東西に長くタウンミーティングに出席するには不便であり、街で必要となる仕事をするにも不便だったので、二つの 町に分けて欲しいというリバーヘッド地区住民の要請によって分かれることになった。サウスオールドの西部は港もなく商業施設も少なく貧乏だったので分かれた。1792年3月13日、衆議会はこの部分をリバーヘッドという名前で分離する法案を成立させた。この新しい町で最初のタウンミーティングは1792年4月3日に 開催されることになった。リバーヘッドは、サフォーク軍の軍長所在地に指名された。当時は、カウンティータウンと呼ばれ、その名前が後にリバーヘッドと組み合わされた。1902年時点で町の人口は約2500人になっていた。町の北側協会は、ロングアイランド湾でありその対岸は、コネチカット州である。東側協会は、サウスオールド町と接している。 リバーヘッド町は、サフォーク群の北フォークに一部が入っている。週間高速道路495号線の東終点がリバーヘッド町内にある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、町域全面積は201.3平方マイルであり、このうち陸地67.4平方マイル。 水域は133.9平方マイルで、水域率は66.53%である。以下は突起ない限り2010年の国勢調査による人口統計データである。グラマン記念公園で翻えるリバーヘッド長期、リバーヘッド長には調整委員会の政府がある。長全体から選ばれる長監督官と、やはり町全体から選ばれる調整委員4人で構成されている。 リバーヘッドの日刊誌は、ザニューズレビューであり、1868年に、創刊され、2010年時点では、タイムズレビューニュースペーパーズが所有していた。その親会社は、ザ・サフォーク・タイムズ、シェルター・アイランド・レポーター、ザ・ノース・ショアさん、ザ・ワイン・プレス各紙も所有している。2010年、RIVERHEADLOCAL.com というオンラインのみの地方版。 ニュースサイトの運営が始まった。その時以降に、その親会社インストエンド、ローカルメディア社が、隣接する、サウスオールドの街で、soutoldlocal.com も開設した。ラジオ局としては、AM のワフトとリブ、l i FM の WRCN の3局が、リバーヘッドで免許を得ている。ありがとうございます。